11日に著書、人前で輝く、話し方を発売したフリーアナウンサー、元日本放送の五戸美希。著書に関する話題のほか、日本放送アナウンサー時代のエピソードなどについても聞いた。私は結構毒舌なんですよ。五戸美希アナウンサー1986年埼玉県生まれ。09年、日本放送にアナウンサーとして入社後、三宅裕司の3。ハッピーパラダイス、小坂大魔王次これ、などを担当。現在はフリーアナウンサートークレッスン講師として活躍中。まず、書籍を出すに至ったきっかけについてお聞かせください。ずっと本を書きたいという思いがあったんです。やっぱり本を出すというのは、アナウンサーとしては名刺代わりと言いますか。とはいえ、きっかけがなかなかなかったのですが、ある方に出版社さんを紹介していただき、自分でプレゼンしました。本出すのは初めてですよね。執筆する上でどんなご苦労がありましたか？今までスポーツ新聞の WEB でコラムを書く経験はあったのですが、今回は書き下ろしということで、大変でしたね。それと、私は結構毒舌なんですよ。喋りでは冗談だと通じますが、文字にすると誤って伝わってしまうこともあるので、その加減は悩みましたね。毒舌というと、著書の中でトークが上手い人という話題で、笑福亭鶴瓶さんやオードリー若林ただし。京さんは本当に上手いなと思います、と、春日、としあき、さんを抜いていたのが気になりました。春日さんも、オードリーのオールナイトニッポン、でフリートークを話しているのになと。いや、春日さんのフリートークも好きですよ。春日さんをディスっているんではなくて、若林さんをリスペクトしてるんです。やはり若林さん一人のラジオになったら寂しいじゃないですか。また、読者の方にはオードリーさんのラジオを聞いてほしいと思っているので、著書でも、ラジオスターとして入れさせていただきました。お子さんは、オードリーのオールナイトニッポンで、ココナビというコーナーもやってましたよね。日本放送女性アナウンサーカーナビのご子さんに言わせたいことを送るというネタコーナーでした。懐かしいですね。私が元彼と食事したレストラン周辺です。というネタとかは覚えてますね。実際に私が読み上げていたのですが、面白くて吹いちゃって、すみません。もう一回いいですか？ということも多かったです。今回の著書からも、五戸さんのラジオ愛がとても感じられます。やっぱり、みんなラジオを聞いて、という思いはありますね。自分が講師を務めるトークレッスンでも、ラジオは無料の教材、とよく話しています。ラジオは日本放送のアナウンサーになられる前からよく聞かれていたんですか？深夜ラジオですと、爆笑問題カーボーイ、TBS ラジオ。で、10年前くらいにやっていた、人妻枠という女性が赤裸々に浮気や不倫体験を明かす内容のコーナーが面白くて、ポッドキャストで聞いてましたね。
おは、荒川狂系デイキャッチ、TBS ラジオ、とか、FM ナック5の番組をよく聞いてました。日本放送は、当時はワイド FM がなかったので埼玉では入りづらく、近畿敬愛。ヒーズキンキラキンキワールドを窓際でなんとか聞く、という感じでした。もともとは女優になりたいと思っていたんです。そうなんですね。お子さんがアナウンサーを目指したきっかけは何だったのでしょうか。私、すごく恥ずかしながら、もともとは女優になりたいと思っていたんです。なので、大学でもミュージカルサークルに入ったのですが、才能がないことに気がついて就職しようと思ったんです。それで、マスコミに興味を持ちアナウンススクールに通ったところ、あ、アナウンサーの仕事はなんて面白い、素晴らしい仕事なんだろうと。歌や演技が下手でも、人前で役に立てるかもしれないという思いになりました。そしてココさんは09年、日本放送に入社されます。著書では、新人の頃、うまく話せなくてビービー泣いていました、と書かれていましたね。私は上がり症で、頭が真っ白になっちゃって、何を話していいかわからなくなってしまったんです。それで涙も出てきて、さらに真っ白になってしまうという悪循環でしたね。話し方を鍛える方法とは、人前で輝く、話し方、話す内容から声の出し方まで、具体的にコツを伝授。人前で話すのが苦手な人、企画や商品は素晴らしいが、その良さを伝えられない人に必見の内容。どうやってそれらを克服されたのですか？上がり症に関しては、徹底的に準備することで克服しました。その場で思いついたことを話すということが、緊張でできなかったので、とに、各準備してこれを読めば成立するという状態を作ることをしていました。はじめからうまくいかなかった経験が、トークレッスンでの指導や今回の著書にも活かされているんでしょうね。そうですね。アナウンサーの話し方本は星の数ほど発売されていますが、私が唯一誇れるのが、才能がなかったことだと思うんですよ。本当に下手だったので、努力するしかなかったんです。今となっては、ある意味で良かったと思っています。具体的にはどんな努力をされてきたんですか？飲み会など、普段の会話でも本番を意識していましたね。ら抜き言葉を使わないとか、やばい、と言いそうになったら違う。言葉を考えるとか、起きている間は常に考えて生活していましたね。すごい、そこまでされたんですね。上達するにはずっと意識するしかなかったんですよね。相槌に関しても、ずっと下手だと言われていたので、普段の会話から相槌を意識して克服しました。それでは最後に、同じように話し方に悩んでいる人にメッセージをお願いします。皆さんも起きている間ずっととは言いませんが、5分でも意識すると良いですよと伝えたいですね。
ご飯を食べて、マジやばい、うまい死ぬ、じゃなくて、辛味がマイルドで、などといった表現をしたり、SNS でもただ、映画面白かった、と発信するだけではなくて、何が面白かったのかを考えると、話す力も鍛えられると思いますね。